霞ヶ関駅は埼玉県川越市霞ヶ関東一丁目にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ23。副 TJ 駅名は東京国際大学前。島式ホーム1面2線の地上駅で京城駅舎を有している。定期券売場が設置されており、ホーム上には売店、アクセスがある。改札ガイドホーム、北口。 南口との間は階段の他エスカレーターエレベーターにより連絡している。かつての駅舎は2階建てで、ホームとは地下通路で連絡していた。2005年に現行の協定駅舎の共用を開始し、2006年には新たに北口が開設された。南口側には駅ビルが建設された。 2020年度の1日平均乗降人員は17,892人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り、乗り場は北口側にある。当駅周辺はその昔、鎌倉街道にあったとされる霞ヶ関にちなみ、明治時代に町村制が施行されて、入間郡霞ヶ関村となった。ところが、 駅は当初川越藩の的場があったとされた場所に設置されたことから当時の地名を取って的場駅と命名された。その後、1929年に霞ヶ関カンツリークラブができたことに伴い、1930年に駅名を霞ヶ関駅に改称した。東京都千代田区霞ヶ関にある霞ヶ関駅と間違えられる場合があるが、当駅の方が 歴史は古く、早くから、霞ヶ関駅を名乗っている。しかし、混同を防ぐために、住宅、商業広告などではあえて、東武霞ヶ関駅と表現されることがある。また、友人改札の窓口には、東京都の霞ヶ関駅ではありませんといった内容の案内板が設置されている。かつては東駅より、埼玉県営鉄道が分岐していた。 川砂利運搬用の専用鉄道で1957年に廃止となった。近くを走る JR 川越線の的場駅西川越駅にわずかな移行があるが、それ以外に痕跡はない。ありがとうございます。